先日こういう本を出版しまして、少し話をしました。120万円配れば日本が幸せになる。まあ、この120万円っていうのが、毎月10万円ずつ配る。で、まあ、1年経てば120万になるわけですけども、これ、まあ、すでに10万円というのを1回特別給付金として出ました。で、まあ、これで何も悪いことはないわけでありまして、これでは全然足りないということでありますから、これを続けろと。で、続けたらどうなるんだろうっていうのを計算をしたわけです。日経新聞社のマクロモデル、シミュレーションを使いまして、計算したところですね、まあ1年やっても2年やってもまだ大丈夫なんだというような結果が出ました。まあこれやりすぎだと思うんだったら少しは減らしてもいいですけど、まあともかく計算上はですね、まあ非常に、信頼できる日経新聞社のモデルを使って計算した結果としては、まあ例えば1年間、ね、毎月10万ずつ全国民に配っても全然問題ないどころかですね、日本経済は力強く成長を始めるというのを結論出したわけですね。で、毎月10万っていうのがですね、怖いっていう人がいるかもしれませんね。大丈夫だよって言いたいんですが、とにかくですね、我々はこの可能性だけじゃなくていろんな可能性を計算いたしました。で、まあ、今日はちょっとその辺のお話をしようと思いますけど、まあ、ともかくですね、これは通貨発行なんでありまして、まあ、将来増税して返さなきゃいけないとかそういうのでは全くない。通貨発行っていうのは何回だってできるし、まあ、独自、まあ、政策、日本の主権に関わることでありまして、他の国からどの頃言われることはない。日本の経済がしっかりしてれば、そして日本経済にとってプラスであれば、まあ、これをいくら続けたって大丈夫だと、ね、むしろ続けない、やらないっていうことの方が大変な日本経済に対してハンディを負わせることになることでありまして、だからやるわということなんですね。まあ、例えば120万円ですよ。もう全国民に配った。そうしたとき何が起こるかというとですね、120万円、皆さんが、全員が120万円もらうわけですから、経済がそれだけ大きくなるわけですよ。大きくなって、どこか問題が起きれば問題ですけども、逆に経済自身が大きくなるということが、まあ、はっきりするわけですから。ぜひやると。まあ、我々はそれだけを計算したわけじゃなくて、それ以外にもいろいろ計算しました。ということで、ちょっと今日は少し、まあ、その、非常によく似てるんですが、類似した計算いっぱいあります。まあ、もっと詳しく知りたい方は、ここを参照していただきたいんですが、3つやります。で、まあ、2020年 Q4 から実施をしまして、その影響を計算します。で、1番目は現金給付。年間120万っていうのが、ちょっと多すぎるなっていう人がいるのであれば、80万って。ね。つまり、3ヶ月ごとに20万配る。で、消費減税。これはですね、2% か 5% 下げたらしょうがない。まあ、やるなら 0% にしないと、あまり意味がない。というのが我々の結論であります。で、公共投資。これ、例えば公共投資を年間20兆円だけ増加すると。この3つのオプションをですね、計算して、まあ、これからちょっと示してみることにします。で、この3つを計算、まずですね、GDP どうなるかというのを計算いたします。そうすると、立ち上がりが一番早いのは公共投資なんですね。
まあ、年間20兆円増やすということで、結構少ない額で、で、公共投資っていうのはスーッと上がってくるんです。でも公共投資っていうのは時が経つにつれ、だん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 頭打ちになってくるというのが、これが公共投資の性格でありまして、これをパタッと例えばやめたら、パタッとまた下がっちゃうんですね。これが公共投資。で、現金給付。毎年1個は80万円全国民です。配るんですけども。これはですね、立ち上がりは遅い。どうして遅いかというと、みんな貯金しちゃうんですよね。最初、おっかなびっくりですね。そして、まあ、将来に備えておこうということで、貯金しちゃうから、最初はなかなか立ち上がらない。ところが、だんだん、あ、こんなにもらえるんだったら、使おうかなっていうので、こう上がってくると。で、勢いがついて、だんだん公共投資も追い抜いていくっていうのが現金給付。まあ、だんだん、やればやるほど加速するというのが、まあ、公共投資と違って現金給付メリットですね。まあ、何もやらなかったら多分今の政府だと何もやらないんでしょう。そうするとですね、まあ、ほぼゼロ成長ですよ。このコロナ禍の前の水準を取り戻すのがやっとというので、ひどいことになる。で、消費減税はどうなるかというと、0% するとですね、まあ、10% 課税されてましたが、物の値段が、この消費税減税、0% にすると、まあ、物価がどんと下がるんですね、10% 下がる。で、10% 下がるとですね、GDP も下がっちゃうんですよ。だから、消費は伸びるんですが、ただ、物価が下がったってことで、まあ一時的にこう下がる。で、だんだん消費が伸びることによって、こう上がってくるという、これが消費減税ですね。でですね、これ名目だからそういうふうになるんで、実質でやれば、物価が下がった分を、この考慮に入れますから。そうすると、現金給付と、それから公共投資は同じようなパターンですよ。物価はそんなに上がらないですから。下がったり上がったりしないですから。ところが消費減税は、その物価が下がった分を考慮して、まあ実質的にどれだけ消費が伸びるかとか、取引が伸びるかというのを計算しますから、これはね、こんな感じで上がっていくと。まあこれ見るとですね、消費減税と、これ 0% するのと、毎年20兆円、公共投資増やすのと、もうほぼ同じですね。という3パターンが出てきます。どんどん計算します。GDP キャップというと、これはですね、0以下で、まあデフレですよね。これが、もうずっと続いてしまうっていうのが現状維持です。ですから今の政府やってる、まあ、腰抜けの、まあ、緊縮って言いますかね。やる気が全くない今の政府の政策だと、まあ、デフレからずっと抜け出さないですから、日本はどんどん貧乏になってきます。ところが、現金給付、こういうふうになって、まあ、ゼロをよりも上がってきます。で、まあ、このデフレギャップがマイナスっていうのはね、非常に経済にとって悪い状態である。一刻も早くこれから脱却しなきゃいけない。ということで、この3つのパターン、このプラスの領域に行きますから、行きたって言っても、いきなり、大変なインフレになるわけじゃないんですが、まあ、生き返るって言いますかね、経済が生き返るのは、こういう政策を取った時だということです。で、可処分所得を見ると、これはもう、厳然たる違いがありますよ。まあ当然ですが、現金給付やれば、可処分所得、もそれだけ、もらっただけ、可処分所得増えますから、現金給付だとピンと跳ね上がるということですね。あとは、公共投資、消費減税、現状維持、ほとんど変わらずということ。
まあ、消費減税に関して言えば、可処分所得は変わらないけども、物価が下がっていますから、その分、物を買えるということであります。で、例えば消費はどうなるかというと、やっぱりですね、現金給付。まあ、毎年80万ももらえば、消費を増やすというのは明らかですね。で、消費減税をした場合も、そこそこ増えると。0% した場合ですよ。で、公共投資の場合ね、そんなに、まあ、消費が増えるわけではないんですね。まあ、企業がどんどんお金使ってくれる。それが、まあ、波及効果あるということで、少しは、消費が伸びるんですが、まあ、現状維持の場合は、まあ、経済の低迷、最悪の経済状態がずっと続いていくという計算が、計算結果示されております。で、物価はどうなるか。物価はですね、これをやってもあまり変わらないんですよ。ね、要するに、ほとんど変わらない。要するに、ほぼインフレ率 0% というのが続いていくと。ところが、消費減税であった場合は、もうドカンと下がっちゃう。で、10% 近く下がっちゃうわけで、それが、まあ、消費が伸びますから、じわじわ上がっていくということになりますね。で、まあ、現金給付ね、毎年80万円もらうんだから、ハイパーインフレになるよという人がいるかもしれませんが、そうはならない計算が出てるわけです。まあ、結構皆さん貯金しますから、貯金にもあるから何もならないとか、いうバカなことを言う人がいるんですが、経済は必ず良くなりますが、物価はそんなに上がらない。ね、そんな大変な消費増大じゃないですから、ちょこっと消費が伸びるだけですから、そんなハイパーインフレとか、物不足、深刻な物不足になるとか、全然ないです。まあ、供給はしっかりしておりますから、で、世界的なサプライチェーンがありますから、それがしっかり供給をやってくれるということですから、その辺は全く問題ない。つまり、物価の急上昇はありえない。